ッシング。プレゼンテッドバイ富士工業。おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ、世界を釣ろう代表の工藤英二です。さて、先週に続いてですね、京太郎と春彦の春彦さんをお迎えするわけですが、先週なんで山登り大人になってから始めたのとかですね、山でどんなことをしてるんでしょうかというあたりをいろいろ聞いてきたんですけども、気になっててですね、まだ聞いてなかった、山の楽しみ方もさらにちょっと深めたいんですけども、高円寺に山小屋酒場春というお店を持たれてるということで、山つながりなんでね、きっとその辺の、山登りとつながりがあって店を開かれてると思うので、その辺にも切り込んでいきたいと思います。お楽しみに。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。アウトドア&フィッシング。改めまして、工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。先週に続きまして、ギターデュオ京太郎と春彦の春彦さんです。おはようございます。おはようございます。続いてということなんですけど、はい、先週なかなかユニークなですね、山の楽しみ方を自転車でこう行って、どっから登るとか、夜登るとかですね、はい、夜中に焼肉食べるとか、いろいろ聞きましたけども、はい、山登りというよりは山遊びだみたいな、楽しむということ で、ね、やっぱり奥多摩丹沢っていうか、そっちとか、あと山梨県の、もう割といろんなとこ行かれてるんでしょうけど、はい、自分が気に入ってるとか好きな、そのリピートしてる山っていうのはあるんですか？やっぱ行きやすいのが奥多摩とかですよね、要は泊まりでちょっとあまりずっとはいけないので、アルプスとかもやっぱり結構なんかこうしっかり休み取っていかないと、簡単にじゃあ明日晴れだから行くみたいな感じで、行く山が多いですよね。やっぱり、1日で行って帰ってくるか、夜行って次に帰ってくるかぐらいの感じで、行ける距離感の、それが奥多摩なり、山梨の山だったりとか、そうですね、富士山が見える秀麗12が、ちょっと忘れちゃったんですけど、12箇所あるんですよね。昔の五千円札かな、今の、裏見ると富士山が映ってるんですけど、そこをそのまんま、あ、ここで撮ったんだみたいな、とかみたいにとか、なるほど、いろんな富士山の角度によって違う、のでそれを、その周りの山から富士山を見ると、登ったことはないんですけどね、富士山まで。あ、そうなんですか。はい、あんまり登ろうとは思わない。あんまり興味ないですね。なんかやっぱ今こういっぱい人がいるところはちょっと苦手なんですよね。山開きした時に、夜富士山見るとずっと、そうですよ、点々点になって、と明かりが見えて、人つながってんだろうなっていう感じで、ね、山小屋も全部見えますもんね。僕はだから高円寺っていうところに住んでるんですけど、そこから富士山のふもとまで御殿場まで自転車行ってとか。高円寺から御殿場のふもとまで自転車で行って。死にましたけどね。それ死にましたもん。ね、道志の道っていうのが恐ろしい道が。分かりますよ。道志道っていうのがあるんですけど、今度はマラソンかなんかコースになるんですよね、確か。来年の、オリンピックから。死にましたね。こう坂山。いや、もう全部。何十キロと坂なんですよ。大月のあたりの佐賀、三原かな、ね、その辺から、ですよね。だけどそれ自転車で高円寺から御殿場行って、そっから山登るわけですよね。いや、その時はちょっと予定変えて、もう湘南の方に帰ってきました。山違いますね、はい、ね。まあいいか、完全に、全部坂なんですよ。なるほどね。ほぼここがないで帰れるみたいな。ああ、楽でした。帰りは楽でした。帰りはね。帰りめっちゃ楽でした。はい。そうですか。じゃあね、富士山登らないってことなんですけど、なんとなくもう昨日今日じゃないですけど、ここも5年10年って結構山登りって登山ブームというか、そうですよね。ちょっと言葉は古いかもしれませんけど、山ガールって言葉が出たりとかあったんですけど、その辺なんか世の中的なそのブームってどんな感じに思われてます？まあ、
まあ、ブームじゃない時からも登ってたんですけど、うん、本来山にいないだろうなっていう子は増えた感じがしますね。ああ、このこういうタイプいなかったなみたいな。ああ、割と普通だったら町というか都会にいそうな雰囲気の意味なんですか。そうですね。じゃあ昔山登ってた女の人って、だから僕平日とかもじ、ええ、やっぱ行くじゃないですか、はいはいはい、一人で。そうするとやっぱりちょっと帽子深くかぶって、あ、わかりますね。なんかあったんだなと、これ失恋したのかなみたいな人は多かったですね。多分あとあれじゃないですか、その登山の時のファッションというかスタイルが、はい、大体登山の時はこういう格好っていうのが昔、はい、なんか、はい、あるとイメージがあって、はい、そういう格好だ人ばっかりで、はい、それがこう割となんていうか最近あの、まあ、多分そのウェアを作ってる、うん、あのメーカーも多くなってますね。多くなっていろいろ自分の好きな、はい、そのファッションスタイルで登ってるっていう、はい、変化してきてるっていうのがあるかもしれないですね。要はファッション化しちゃった、うんうん、しちゃったっていうのもあるんですけど、うんはい、まあいいか悪いか人それぞれなんですけど、はい、僕はあのそういうのも一切やらないですね。一切やらない。一切がない。え、どういう意味ですか。だから寒い時はやっぱり防寒に関してはやっぱ軽いし、うんうん、発汗性があるし、そういったものを使いますけども、うん、この時期、まあ、今7月とかなると、はいはいはい、やっぱりもう暑いですし、うんうん、基本的には、まあ、あのフットサルの格好でいきます、ね、登山靴も、はい、いわゆるその山登りとかトレッキングスタイルじゃなくて、ね、あのフットサルのまんま行っちゃうと、はあ、とかあと、まあ、アルプスに行った時なんですけど、つば九郎岳っていう山があるんですよ。ツバメの山って、うん、竹って書いてある、うんうん、ツバ。そこにはもう僕はあのヤクルトスワローズの格好で行きました。ヤクルトスワローズの格好、はい、ツバメだけに、はい、僕ちょっとヤクルトファンなんで。あ、なるほど、はい、うん、そしたら山登ってる間結構みんなに昨日神宮行ったよとか言われたり、あ、割と前向きな絡み方してくれたんですね、ました。どうしちゃったんだろうっていうの、なんで野球のユニフォーム着て登ってんだろうみたいなことはありました、ね、自由でいいですね。そうですね、だからなんかこうそういった格好、そうですね、ちょっと僕は苦手かもしれない、うん、なるね。で、あの僕今お店作ったって言ったじゃないですか、はいはい、ちょっと後ほど詳しく聞きますけど、はいはい、その不動産屋のおじいちゃんが74歳で、うん、高尾山も300何回登ってる人、まあ、そこでも、 もう不動産との関係だけじゃなくて登山部に入ってもらって、うん、その人が教えてくれたんですけど、山の上で餅つき大会やったんですよ。これが面白い、30人ぐらいで、でその臼と臼だ、重いですよね、キネと、うん、もち米だけは用意してくれてるんですよ、山小屋の人が。あ、そういうの大変ですもんね。あとビールだなんだ、醤油だなんだ、納豆だ、いろいろなものは全部担ぎ上げないと。それが面白かったですね。もうだってもうやっぱり外だから、はいはい、まあ、餅ついてるんですけど、うん、葉っぱとか入ってきちゃう。全然入りますね。いや、汚ねえなって。なるほどね。手洗うとこもないし、それでよっこらせなんてやられたら、もう混ざっても出しようがないですよね。ああいう時って不思議ですよね。みんな普通に食うんですよね、はいはいはい、落ちたものは食わなくなるのに、うん、山の上だといいかっつって食っちゃうんですよ、うん、いやだけどあれですよね、餅つきなんてまあ、もちろんその しょっちゅうやるもんじゃないからあれですけど、はいはい、とはいえなんかね、正月とかそういう時の、普通に餅つきってことなんだけど、はい、場所を変えただけで全然違う、すごいエンターテインメントになっちゃうと。エンターテインメント、あれも4章食いました。30人で、はい、40号ですよ。ああ面白かった。いろんな楽しみ方があるということ、はい、アウトドア&フィッシング。で、お住まいが東京高円寺で、はい、山小屋酒場春というお店を、まあ、高円寺にあ あるということなんですけど、はい、これはどんな背景で。そうなんですよ、はい、ここ言っていいんですかね。いや、その言えないような背景が、何度も先週も言ってるんですけど、ええ、お金があんまりないタイプなので、タイプ、はい、もう掘ったて小屋みたいになっちゃってるんですよ、まあ、はい、ビル自体は新築なんですけど、うん、もうあんまりお金がかけられないからどうしようって言ったら、うん、あ、これ山小屋っぽいなって、うん、あ、最初の、はい、綺麗な物件自体が、はい、あ、これちょっとまあ物件というか、まあ何もないまっさらな状態で自分たちでやらなきゃいけない。あ、なるほど。カウンターとか作った、はいはいはい、でも自分たちでやるしかないんで、うん、そしたらなんか
あんまりねこう綺麗なカフェみたいな感じにするにはもうやっぱり高額な。そうですよね。ただあの僕ギターとかも置いてあるんで、うん、そうするとなんかこう雑多な感じが、はいはい、山小屋じゃねえみたいな、ポジティブに捉えるとそうです、この雰囲気はその山小屋だとなんだって言ったら、うんうん、結構みんな来る人が騙されて、うん、おしゃれじゃんってなんかワイルドな感じでね、はい、わざと木の木目を出してるようなんですけど、うん、もうそのまま出してペンキ台がなかったんだけど、ね、濡れないのね濡れないです、うん、なんかそのこう裸のままにこう出てるから出てるからなんかこうそういうよくありますもんね。ほらコンクリート打ちっぱなしじゃないけどもうまさにそのなんかこう板そのまんまみたいな、まニスも塗料も塗ってないこう木のままだぜみたいな、木のままで、うん、隠したいところは全部、うん、あの地図を貼っちゃうんですよ。あ山の地図。あ、なるほどね。そうするとなんか、あ、なんかおしゃれ。おしゃれ。ただなるほど、ね、見られたくないだけなんです。ね、本当は目隠しなんだけど。なんですけど、でなんか地図をいっぱいトイレに。いやこの山はね、うん、こういうとこいいんだよみたいな。うん、こうまあ用を足しながら、うん、あこんな山があるんだ、こんな山があるんだって、うん、貼ってるだけでトイレは何にも加工してないんですよ。なるほどね。はい、あ。壁紙がある。はい。いや僕ね。あの普通こう考えますよね。あ、春彦さんは山が好きだと、はい、でずっと山にこだわってて、はい、そうだ、はい、山好きの人のための店を作ろうっていう、はい、そういうストーリーを思い描いてたんですけど、あ、そうですね、どっちかというとこれ山小屋っぽいな、あ、そうです、あの都合が良かったんですよ、山小屋っていうあれが、あのタイトルネーミングがね、はい、そうなんです、あ、そういう割と後付けです、後付けの割とあの後付け当たり行き当たりばったりの思いつきとそうです、うん、これがまたハマって、うん、ハマって、うん、みんななんか騙されてあの登山好きな人がいっぱい来て、うん、なんか山好きの人が集まるコミュニティじゃねえかみたいな、どんどん山登るんですか言われて、あ、うん、海外とか行くんですか、いや奥多摩とかそんな感じなんですけど、いやだけどそれはあのまあ思いつきでねなってんだけど、はい、結果的にはやっぱり春彦さんなんていうかこうそのままテイストが出てる雰囲気が結果できたんじゃないですかね。なんかだからなんとなく騙されたというか、はあ、やっぱりそれなりにこうアットホームな感じが山小屋だけにあって、そうなんですよね、こうなんとか人が集まりやすいような場になったっていうか、なのでだから登山部のメンバーはだいたいそんなゴリゴリやってるタイプじゃなくて、うん、初めてやりたいとか、うん、女の子とかも、うん、だからとっつきがいいみたいですけどね。なるほど。 あ、はあ、あのたびたびその登山部というワードが出てるんですけど、はい、それは春彦さんが作った登山、ね、山登りサークル的な、ね、はい、うん、まあこう行きたいとこがあったら行こうかとか、はいはい、そういう、まあもちろん毎回自転車でじゃなくて、うん、そのメンバーによって、うん、まあビギナーとか、うん、まあガチで行くとか、うんうんうん、そういうのはかあのやってますけどね。うん、だから女の子で初めて行くってことは、まあちょっとひょっとしたら足が痛くなっちゃうかもしれないんで、うん、例えば、まあ、ケーブルカーとかあったり、うん、まあ、コートバスがちゃんとであったりとか何本もあったりとか、はいはい、まあ、そういう場所を選んで、はい、選んであの、まあ、プランするということで、そうですね、そういうことはしてますけどね、してると、はい、それはあの登山部の方が先、や山小屋酒場よりも、あ、そうですね、山小屋酒場よりは登山部が先なんですけど、うんうん、まあ、やっぱりそう僕の作ったこうコミュニティの中で増えていけば行きました、うん、あ、急激に そこにそのあの、はい、フットサルの仲間仲間だとか、ミュージシャン仲間も入ったりとか、キューミックス あのメンバーでも登ったことありますけど、へ、うん、じゃあもういろんなあの多様な人が集まってる、そうなん、まあ、登山部っていう別に正式な名前ではない、まあ、一応登山部って山小屋酒場春なんで、うん、山春登山部っていう、あ、なるほど、あの、まあ、LINE グループみたいなのあるんですけど、うん、なるほど、50何人、あ、結構な 大所帯になってるんですよね、はい、そうですね、それであのなんとなく、まあ、定期的に、そうですね、山のイベント行くイベント的にやっぱりその、うん、例えば今度カメラだけ撮りに行こうとか、あ、とかいろいろそう書いてはいますけどね、うん、まあ、そう山菜撮りとか、うん、まあ、本当にがゴリゴリで例えばこの前42キロ行っちゃおうとか、あ、はい、とか様々ですね、きっとね、様々ですよね、あと上で山頂に僕ガスコンロがあるんですけど、うん、お店にこう網の式のそこに、うんうん、まあ、あの前日串あの鳥焼き鳥の串を打っといて、はい、で全部ガスごと持ち上げて、はい、
で上で山頂で焼き鳥大会それ相当楽しそうですし、みんなだいたい山頂でバーナーやってお湯沸かしてカップラーメンとか。そうですよね。で僕らだけあの焼き鳥やってるんですよ。いやさ、あの別にキャンプ場であの炭火焼きで焼き鳥焼いてても、ああ焼き鳥ありだよねって感じだけど、山の上で焼き鳥はないよね普通。そうですね、うん、面白いですよ。だからあの金目鯛焼きました、はい、この前干物を金目鯛の方もまさか山の山頂まで連れてこられるとは思ってない。金目鯛びっくりですよね、めっちゃうまかったですけど、おすすめです。金目鯛でもそれはだけどアイデアがよく出ますよね。そういうね、なんか面白いですよね、持ち合えたりとか、あと、そうですね。だからあの山の時の行く格好の話じゃないけど、はい、別にルールなんかなくて、そうですね、自分がやりたいことを山の上でやってみると、そう、山遊びいう感じがねすごくね、なんかあそういう楽しみ方っていうかなんていうのかな、そういう遊びもする人もいるんだっていう新鮮なね、結構あの驚きも、ね、うんうん、ありますよね、うん、そうですか、はあ、じゃああれですね、あのまあ、そんな感じ、あのお店まで1年ぐらいっていうことで、はい、まだ駆け出して、割とお店にはいらっしゃるんですか。あ、います、います。だからあのケイミックスのライブだとかそういうのない時は、あ、います、います。うん、だいたい飲んでますけど。なるほど、なるほど、はい、じゃあの音楽というよりか山遊びについて語りたい方なんか、あ、そうですね、お店訪ねるとでもいいですし、まあでも今はそうですね、まあ、また違う話になっちゃうんですけど、うんうん、バドミントン部ができて今それがまたこれまたいろんなことを考え別に山頂でバドミントンやるわけじゃないですよね。あ、それもまたいいですね。あー、ハーハーしながらこう空気が薄いからそうなんですよ、まあ、いろいろ、まあ、いろいろなんか楽しいことをこう考えてやってみたりっていうのが、まあ、山だけじゃなくて、まあ、そのまあ体を動かしてとか、いい、ね、はい、あの食べ美味しい食べ物だったりお酒だったりっていうのが、まあ、コンセプトではあるんですけど、まあ、そういうのを楽しんでますけどね、はい。最後にですね、最後にここに、はい、まあ、いろんなその今まで話を聞いてきたんですけども、はい、これから、はい、ね、山通りしてみようかなっていう方に何か一言応援のメッセージなどをいただけたらいいかなって、ね、だからなんか格好とか、あのその体力の部分も、うん、まあ、もちろんあるんですけども、うんうん、まあ、なんかこう楽しむってことをなんかこう心がけると、別に山頂に行かなくても帰って、うん、大変だなと思ったら帰ってくるし、そこにいる例えば売店のおばさんとか出会ったりとか、美味しいものがご当地のものがあったりとか、まあ、あと帰りの電車で隠れて酒飲むとか、そういうことでもいいんだなと思うんですけどね。その何が楽しみかは人それぞれなんで、それぞれだと思う。だから楽しみを見つけることが楽しみだと僕は思うので、なるほど、ぜひ、はいはい、トライして。山に限らずですよね。限らずですけど、はい、ありがとうございます、はい。なかなか2週にわたって本当すいません、楽しい話ありがとうございました。いえいえ。で、先週もあったんですけど、日にちが近くなってるんで、お知らせの方を一つ、はい、そうですね、もう来週になりました、まあ、一応僕春彦、京太郎田春彦の春彦なんですけども、コンサートライブがあります。 K-MIX アーティスト夏休みコンサート、ギターの街でもあるんだよという、イベントがあります。 K-MIX ですね。7月27日、土曜日、会場4時、14時から、開演14時半、会場は K-MIX 1階スペース K、 出演アーティストハイゴンメコ、京太郎太郎彦、岡野ひろろにループチャイルドリトモとなってます。料金は4500円、当日券は5000円で、チケットピアから絶賛発売中でございます。はい、ありがとうございます。ぜひ、来週です、来ていただければと思います。はい、ということで本日は春彦さんに来ていただきました。2週にわたりありがとうございました。ありがとうございます、お世話になりました。はい、さて今日のアウトドア&フィッシングどうでしたでしょうか。そうですね、先週も山歩きじゃなくて山遊びっていう言葉が印象に残ったんですけど、最後に春彦さんに、初めて山登る、方にアドバイスはお聞きしたらば、自分なりに、まあ、楽しむっていう視点で、入ったらどうですかと、もし山頂まで行けなかったら途中で帰ってきてもいいし、自分のペースでまずは楽しむというところからいかがでしょうかという話でした。僕もなんとなく、そういうことであればね、遊びに行くんだということで、なんか山登りに、トライできたらと思いました。
さてこの番組ではメッセージをお待ちしております。パソコン携帯ともに K-MIX 公式サイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのタイトルをクリックしてメッセージフォームからどうぞ。またこの番組はラジコプレミアム、リスモウェーブ、どこでも FM、ウィズレイディを使って全国どこからでもお楽しみいただけます。そしてラジコでは過去1週間の番組をいつでも聞けるタイムフリー機能やお気に入りの番組を SNS やメールで友達と共有できるシェアラジオ機能があります。ぜひお試しください。それではまた来週、パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りしました。